東京都品川区八潮にある首都高速道路湾岸線の出入り口である。東高の出口、西行の出口、入口が設置されているインターチェンジである。西行出口が2012年3月21日午前4時をもって旧出口より300メートル手前側に移設されている。本港では首都高速中央環状線にある中間大井南入口と中間大井南出口に ついても合わせて説明する。危険物積載車両は、遠入り口から流入すると次の海底トンネル、または長大トンネルが存在するため、通行ができない。中間大井南入り口は、東京都品川区八塩にある、首都高速道路中央環状線の入り口である。遠入り口から、大井 JGT を介して、羽田線の銀座方面への流入も可能である。 大井本線料金所廃止に伴い、交通を円滑化し、安全確保するため、2019年4月15日より、それまでの湾岸線東行きの大井南入口を、中央環状線外回り行き線用に、転換の上、中間大井南入口に名称が変更された。これにより、同日以降は、 湾岸線東行きは一つ先の大井入り口から利用することとなり、大井 JCT の湾岸線と中央環状線の分岐は中間、大井南入り口手前の旧大井、本線料金所付近に移設された。危険物積載車両は、遠い入り口から中央環状線に流入すると次の長大トンネルが存在するため通行ができない。1号羽田線方面へは通行可能である。 中間を多い南出口は東京都品川区八潮にある首都高速道路中央環状線の出口である。2015年3月7日に開通した中央環状線品川線の内回りから湾岸線西行域に向かう多い JCT のランプウェイ上に設置され国道357号への流出が可能となっている。 一般国道357号の供用開始までの措置とされている。なお、当初は、大井南仮出口という箇所であったが、公式では、中間大井南出口と表記されている。ありがとうございます。